霧の講義。ここはどこだろう。あたりには霧が立ち込めている。正面の壇上の老人は教授だろうか。その証拠でもあるかのように、多くの学生が熱心に聴講している。一般に位相空間上に座標計を導入する場合、計算結果は座標計に依存しないという性質を。どうも講義の内容が理解できない。かような連鎖移動反応によって高分子重合体が多分散形を作り、あたりに顔見知りの学生はいなかった。若者ばかりでなく老人や幼児までいる。なんと眼鏡をかけた猿まで。概念は一般に内包と外縁を持ち、内包が等しければ外縁は等しいとされる。ますます霧が濃くなってきた。もう教授の顔さえ見えない。次第に講義の声も遠くなり、やがて消え去りそうに感じられるのだった。